アソッパレシピ、有木先生のハンカチネズミです。私も小さい頃母に教えてもらってよく遊びました。まずハンカチを三角形に折ります。次に両端を真ん中に折ります。この時少し重ねるのがポイントです。そこからくるくると巻いていき、三角の部分を少し残して裏返します。三つに折ったら三角の部分を手前に折って入れ込むようにしてくるくると巻いていきます。最後まで巻くと最初に折り返した部分が飛び出してきます。最初にどのくらい重ねるかでこの長さが決まります。片一方を横に広げます。そしてこれを結びます。これで頭ができます。引っ張ったところが耳です。出来上がりました。手の中でチュッ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 チューと飛ばして遊びます。薬指で見えないように押し出すのがコツです。いろいろなハンカチで作って遊んでみましょう。